おつぱーん、愛川ゆづきです。今日はですね、なんと川崎スタジアムにやってきました。 DTT さんの興行なんですけれども、なんとね、今日お友達のクロちゃんも出てるということで、電流爆破すごい。こうやってね、観戦に来るのはめちゃくちゃ久しぶりなんですけれども、観戦対策をして楽しみたいなと思います。大社長に会えるかな、会えるチャンスを狙っていきたいと思います。何買ったらサインしてもらえるのかな。サインもらいたいですね、うん、一応だからダメなの、なんか何でもいいって言ってます。本当ですか。すごい、生写真くじもある。ポートレートの24番。はい、はい、元気ですか。元気です。試合はないんです。あ、そうなんですか。久しぶりですね。今こっちじゃないんでしょ。え、こっちにいますよ。あ、いるっすね。ゲットゲット。やばい、これよく見たらちょっとすごいよ。これちょうどよかった、暑かったから。これサインしてくれるかな、行ってみよう。緊張する。やばい。こんにちは、相川です。相川一輝です。前も似たようなリアクションしました。渋谷で見ました。あ、いや、ありがとうございます。すごいですね。はい。今日はゆずぽんのために勝つからね。あ、頑張ってください。はい。流したな。やったー、すごい。男。あ、緊張したということで、行きましょう。ただいまに、本日の第2の試合、電流マカ8人タイプデスマッチ、30分、一般勝負を行います。YouTube でですね、はい、好きなプロレスラーのベスト3に私を入れていただきまして、あれ見た時に結構ドキドキしてて、これ俺入ってねえよなと思って見てたら入ってたんですよ。ね、私ね、はい、これ自腹で今日買いましたからね。ありがとうございます。高木さんのこのハワイアンの写真、あー、いいっすね。試合見させていただいたんですけれど、はい、全然変わんないですね。体もそうだし、はい、見た目もそうだし、はい、試合も頑張ってますね。頑張ってますよ、まだまだ。すごいですね。あの、今日ほらツイッターでツイートでね、相川さんがあのクロちゃんの爆破楽しみですって書いてあったんで、相川さん見に来てんだったらとどめさせなきゃダメだなと思ったんですけど、大西さんが多分とどめさせていただきました。また見させてね。はい、いや、でも全然なんかちょっといろいろやりましょうよ。はい、ぜひ。YouTube のね、あれでもなんかもしあれでしたら。はい、できたら。はい、DDT の YouTube と、あの、相川さん。本当ですか、やって、やったー。やりましょう、やりましょう。なんかやりましょう。うちね、東京女子プロレスという団体がありまして、もともとはスターのロッシー・オバーさんと相川ゆづきさんの活躍を見てて、
女子プロレスいいなと思って。そうなんですか。それで作ったんですよ東京市。いやあの時やっぱり僕女子プロレスそんなにあんま分かんなくて、で前の事務所にの関係でお知り合いになって分かったんです。そうそう、私のデビュー戦を絶賛してくださってたの、はい、そうです、はい、で相川さん のデビュー戦より先にユズポンキックを使ったんです。そう、本当に私がユズポンキック必殺技でしたね。そう使ったわけです。だけど今東京スプロレスにそのユズポンキックを彷彿とさせるかかと落としを使う選手が SK48 から現れました。はい、知ってますよ。ああ見てます。確実にクリーンヒットさせてるから。そう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 、本当にすごいし、足が長いから本当で。いやまたそういうね、人たちもなんかいろいろと絡めてですね。いや、ガースですから本当、はい、絡めていいの？いや、いいんじゃないですか。で、ね、大丈夫でしょ、はい、私、あのパップガールズの、はいはい、あ、そう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 、あの子たちと一緒に対談をさせていただいてる、はいはいはい、今日も出てて、おうおうおう、びっくりしました。任されましたからね。確かに生意気になっちゃった。すごいですね。いろんなそんなお話もね、ぜひまた今度お願いします。ぜひぜひこちらこそよろしくお願いします。ありがとうございました。高木さんでした。ありがとうございます。勝つことができました。おお、俺すぐ帰るからな、待っとけ。秋山純選手にシングルで一本取り返すことができました。今日はありがとうございました。はい、DDT さんの講義終わりました。あっという間に時間が過ぎたんですけれども、まあ、今日はね、久々の男子プロレスということで、やっぱり男子のプロレスは体が大きいっていうのがあって、迫力がめちゃくちゃすごかったです。なんかね、もう本当に夏のいい思い出になったなっていう感じですね。最初のクロちゃんの試合、まずは大仁田さんに水をかけられまして、最悪って叫んでたんだって言っちゃったんですけど、最高ですね。あと何があったっけな、高木さんとの再会。高木さんね、私が好きな男子でした、ベスト3の3位の高木さんと久々にお話ができたので、はい、良かったなと思いました。なんかね、またこの YouTube にも出てくれるみたいなこと言ってたので、すごい楽しみ、嬉しいな。メインイベントもね、よかったですね。秋山選手の試合あんまり見たことがなかったんですけれど、かっこいいですね。プロレスラーっていう感じで、すごいっていう感じですね。相手の岸田選手も、私が EDT さんの確か武道館大会で参戦させてもらった時に、竹下選手がデビュー戦だったんですよ。なのにね、今また何度目かのチャンピオンということで、月日立ったんだっていうのをすごくすごく感じました。リリーさんも久しぶりだったんですけど、いつもスターダムさんの解説とか行かせてもらってて、やっぱりお客さんとかも女性の方が多いなっていうのを思ったし、あとなんか浴衣でね来られてる方もたくさんいたので、すごいもう楽しんでプロレス観戦を、ね、今なかなか外にも出られない状況ですし、こうやって外でプロレスを見られるっていうのは気持ちよさそうと思ったけど、実際試合するってなったら、雨降ったらリング上絶対滑るし、このロープのところとかも滑るし、めちゃくちゃ大変でしたよね。まあでも本当に晴れて、夏の風になんか吹かれて、めちゃくちゃ気持ちよさそうだなっていうのも感じました。こうやってねサインもいただけたし、すごい楽しい、いい夏の思い出になりました。ということで、最後まで見てくださってありがとうございます。皆さんもぜひ生でプロレス観戦してみてください。今日もちょっとでもいいねと思ってくださった方は、グッドボタン、そしてチャンネル登録、そしてコメントの方もお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。